はいそれでは、えー、死の説の解説説解をしていいいきたいと思います、えー、この漢文なんですけれどもあの関羽という人物が、えー、師匠の死ですよね死に、えー、対してですねどのように考えているかっていうことを書いた論説文になります、えー、なのであの現代文の,あの評論文のように筆者が何を言いたいのかっていうのもね理解できると、えー、得点につながると思いますので ぜひね、そのようにやってくれるといいかなというふうに思います。はい。それじゃあね、本文行きたいと思います。えー、まず、古の学ぶものはというふうに始まるんですけれども、ここですね、えー、助詞ですから、ひらがなに直していきます。助詞、助動詞はね、ひらがなに直しますので、覚えておいてください。はい。で、えー、学ぶもの、要は生徒ですよね。学問収容に志すものっていうふうにね、当時の書き方ていうとこんな感じで言われています。はい。必ず死があったというふうに書いてありますね。しあり。うん。 だから昔ね学んだ人には必ず死がついていたってことなんですねで続いてです死はっていうふうに続くんですがこの部分ね、えー、死は定義づけです評論文でいうところの、ね、定義ですから師匠というものがねどういう人物なのかっていうのをこれ筆者は書いてくれています死は道を伝えですね道を伝え行を授けですね、えー、惑いを解く ゆえんなりですね。はい。という感じの書き下しになります。で、これ、ゆえんというのは、理由、原因、手段、方法っていうものを表して、道を伝える。これは、儒教の行動規範になる道理というふうにね、なるので、道理ですよね。人としてどうあるべきか、みたいなところですね。はい。行を授けっていうのは、知識とか技法を授ける。まあ、学業みたいなところですよね。 はいそして結果どうするかっていうとこの部分超重要ですはい迷いを解決する散々出てきますねここははいしっかり覚えておきましょうそういう風にね迷いを解決してくれる人物っていうのが死なんだってことなんですねでここ断定の成ですからひらがなに直しますでこの部分これがですね、えー、まあゆえんにかかってきますので結局定義としてはですよ師匠というものはこういう風に道やね、えー、知識を伝えることによって 迷いを解決してくれる、うん、そういう、ね、手段を持っている方法を持っている人物なんだってことですよねだから、まあ、そういう風に繋がってくるということですねはいで続いてです、えー、人は生まれながらにして人は生まれながらにして、えー、これを知るものにあらずというね書き下しになりますはいここお記事なのでね読みませんねはいで指示語ですこれは何を指すかしたら道ですね はい、でこれあらずは、えー「ではない」というふうに訳しますで書き下しの時にはあらずこれ図だけをひらがなに直せば OK ですでごくまれにあらず全部ひらがなで書くパターンもあるんですけれどもまああのイレギュラーのね、えー、ことなので今回はそうではなくて単純にあらず図だけひらがなに直せば OK ということになりますはい訳ね、えー、注意してみてください人は生まれながらにして道を知っているものではないよってことなんですね まあ道理というものは、まあ、生きていく上で学んでいくものであって生まれた瞬間にあるわけではないということで続いてです「誰か」というふうにね続くわけですがこれ重要句形になります、えー「誰かよく惑いなからん」ということなんですが「えー、誰か」っていうのは下に否定語を伴って反語訳になります、うん、ここね、えー、反語反語といえばもうテストのねもう本当に大好物みたいなとこなのでしっかり訳せるようにしていきましょう、えー、ここの部分 えー、できるというふうに訳しまして誰がね、えー、迷いなくできるかですよねで半語訳ですからいやできないという感じになっていますね誰が迷いなくいられようかいや迷わない人はいないよという訳し方ですねはいここしっかりとね句形も含めて、えー、訳もできるようにしておいてくださいで続いてですね「まどいて死に従わずんば」って書いてありますねここ記事なんでまず読まないうん 惑、はい、いて死に下側これズンバって読むんですねズンバ、うん、でこれズンバはズーハーから来てるんですけれどもえー、っと古文の未然形プラス場の形なんですねだから純接仮定条件になりますだから家庭文で訳さないといけないんですよここもだから訳出るかもしれないですねはい迷っているのに死につかなかったならばですよねでそしたらその惑いたるやということで やというのもこれ重要ですはいこの後たくさん出てきますが、下の句を引き出す役割があります、うん。だからこの部分ですね、迷っているのに死に従わなかった場合には、その迷いはどうなるのってことをこの後教えてくれます。はいここですね、ついにと読みます。読みも注意ですね。役、えー、も、えー、ここは最後までとかずっとというね、えー、意味になります。で、解け、さらんという感じなんですね。だから あのさっきあった前,前の文、ね、から考えると「迷っているのに死につかないと最後まで、ねえー、迷いが解けることはありません」っていうふうに言ったんですね。はい、でここはお記事なので読みません。バッテンですね。和、えー、が前に生まれてですね和が前に生まれてでこれ比較してますよね。自分と先に生まれた人ってことで比較してます。はい先に生まれて、えー、その道を聞くやこの「や」もさっき言った通りです、はい。下の句を引き出す役割になります。 でこのあと、えー、読み方注意ですね元よりと読みます元より我より先ならばうん我より我よりこれも比較ですよね先ならばこれねならばですから未然形プラス場の形なんでこれも仮定文で訳しますはいここお記事なんでね読みませんねはいそしたらえー これ従いてこれを死とんと。我従いてこれを死とせんってことですね。じゃこれって何かって言ったら、はい、全文に書いてあった通りです。この部分。自分より先に生まれて、道理を聞き知ることが先だった人ということなんです。ここ書いてある通りです。自分より先に生まれて、まあ、先輩ですよね。先輩で、かつ道理を先に知っていた人。うん。これに私は従いますっていううに書いてあるんですね。死として従う。うん。だから、 えー、自分より先に生まれて道理を聞き知ることが先だった人に従おうというふうに言ったんですね。でこの後ですまた同じような形の文が続きます。えー、我より後に生まれて、えー、その道を聞くやっていうふうに続くわけですがこの部分全く一緒なので前と後ということですよねここの部分が、はいまあ、対比のような感じになっています。 で、入試問題なんかでは、この部分、後の部分が隠れていて、ここから推測して書く、空欄を埋めるなんていう問題も出てたりしますので、まあ、こういうふうに同じような形の文、ね、が続いたときには、ああ対比してるんだな、なんていうふうにね、目を持っておくだけでも、まあ、あの入試問題なんかもね、すぐクリアできると思いますので、ぜひね、こういうことも覚えておくといいと思います。はい でさっきのパターンと全く一緒なので、まあ、文法事項はちょっと省略していこうと思うんですがここもね、えー、下の句を引き出してですねまたってのはこれやはりですよね、えー、でまた未然形プラスばなので仮定文です比較していきますがはいこれ今度はねこの後ですよ自分より後に生まれて道理を聞き知ることが先だった人というふうになってますうんまああの自分より先に生まれたら大体ね先輩なのでいろんなことを経験してますから 道のことも知っているはずなんだけれどもそうじゃないパターンもあるってことなんですね自分より後に生まれたのに道理を聞くのが先な人っていうのはいるわけですよあの年齢関係なくですよずっと野球やってきた人があのじゃあ例えば楽器を弾いてみようってなった時にあの野球のことは先にやってたかもしれないけども二十歳超えたぐらいでじゃあトランペット吹きたいみたいになってトランペットを習う時には、まあ、高校生に習うことってできるわけですよねなぜなら自分より後に生まれてるけれども、ね、そういう風な道をちゃんと知ってるからですよ先にね そういうことを言ってるわけですね。だからね、この死につい,死ぬ死についての考え方、2つ目です、ここはねあの。この後また答えのようなものが出てくるんですが、我は道を死とするなりって書いてますね。我は道を死とするなり。うん。はい。なり断定なので、ひらがなに直します。で、これ、読み方は注意ですね。はい。それ、なんぞと読みます。それ、なんぞ。これ、なんぞっていうのは、この何と一緒ですね。何。うん。これと一緒です。 それそそもそもと訳しますはいなんぞ疑問詞です。それなんぞその年の我より先行性なるを知らんやというね感じです。はいでなんぞ疑問詞があって文末「んや」だった場合にはこれ半語訳になりますから注意してね。はいこれねちょっと見づらいですね。はい「んや」半語訳になります。はいでそもそもですよねそれがそもそもですからどうして、うん、年齢 がが上か下かか下問問題題ににななるのいいいいややででははよよねねっっっていうふうに言ってててう言まますすすこれ全文ですよ、ね、全文受けてやってます、はい、だから、私は道理を知ってる人を師匠とするし、年齢とかそういったものはあんまり関係なく、ね、道を知ってるか知ってないかってことに重きを置いてるというふうになってます。はい。で、この後も同じようなことが続きます。このゆえにとありますね。ゆえっていうのは理由です。これを理由として、えここ対比ですよね。はい。木と線。うん。えー 身分が高い、低い低ってことですね。そして年がまあ立っている少ないってことで、ね、年の差のことを指しているで、えー、道の損するところは、えー、死の損するところであるよっていうふうに言ってますねところなりというふうに終わっていくんですがこの辺もねひらがなに直しますはいねなり断定ですよね、えー、書き下し文と現代語訳を載せておきました重要な部分というと一番最初に言った通りですよね はいまあ、ここちょっと長いので解説はしないのでスクリーンショットとか撮ってね、えー、こ,んこんなことなんだってことをもう覚えとくといいと思います、はいまあ、最後ねちょっと解説しなかったんでこ、まあ、この部分ですよね通りの存在するとこには死が存在するんだってことですねいいでしょうかこれで第一段落が終わりです続いて第二段落いきたいと思いますはいそれでは続いて第二段落ですああというふうに始まるんですがこれは英単を表しています でも英単にもいろいろあるんですがここはね悲しさ、うん、悲しいということなんですよ何が悲しいか指導の伝わらざるやというふうに書いてありますねはい指導の伝わらざるや、うん、またこれも下にね続いてあの引き出すような形ではあるんですけれども、うん、指導が伝わっていないっていうことなんですねこれ指導って何かって言ったらさっき言った第一段落の内容です第一段落の内容 死のあり方ですねこれが正しく伝わっていないんだというふうに言っています。はい。長い年月。年月ですね。しひしですから。で、ここはお記事なので読みません。で、続いて、人の、えー、惑いなく欲するやですね。ですね。で、かということでお,、えー、お記事です。なんでこれ形難しいのかっていうと、この部分ですよね。正しく伝わっていないからですよね。うんだ、死というものが迷いを解決するんだけれども、 そのあり方がね、ちゃんと伝わっていないので、結局、結果として、惑いをなくすことが難しいんだというふうに言っています。はい。で、その後、えー、っと、いにしえの聖人は、その人に、いずるや、当主というふうに言ってますね。いにしえの聖人。これは、喉、ひらがなで直します。昔の聖人というのは、えー、普通の人に比べて、抜きんでていましたと。まあ、才能もあったってことなんですね。そして、闘志うん。そもそも、 差があっっったよててことを言ってるんですね差がある一般人とは差がありましたただですね、えー、なおかつ、えー、死に従いて「問えり」っていう風に言ってるんですねなおかつこれ副詞なのでそのまま漢字ですよはいでお記事です両方ともお記事単純に、ね、成人は一般人より能力が抜きんていて差があったにもかかわらずちゃんと死について質問して学んでいるってことなんですねそして今の囚人 これ一般人ですね、はい、一般人を指しています。その、えー、成人に下るや、その成人に下るや、ね。ここは劣っているって意味がありますね、はい。そもそもの能力が成人より劣っているにもかかわらず、これもひらがな直しますからね。うん、また差があるんですよね。差がある。はい、だけれども、かるに読み方と、ね、意味注意です、はい。逆説を表します。学ぶことを恥じるというふうに言ってますね。 はい、そもそも能力がないのに人について学ぶことを恥ずかしいとするってことなんですね。これを理由としてですね、これゆえ、あこのこのゆえにか、このゆえに、性はますます性に、具はますます具になるよっていうふうに言っています。だから、えっ、ー、と、これを理由としてですよね、この理由とは何かって言ったら、当然、死について学んでいるからってことですよね。そもそも能力が違うのに、死について学んでいる。 こっちは能力がそもそもも低いいいのに死に死ついて学ばない、はい、これによってですよねこれが理由ですうん成人は成人になるしねえ愚人はますます愚人になるというふうに言っているわけですねえ成、ー、人の、えー、聖たるゆえん聖たるゆえんですねはいあここたるごめんなさいねひらがな直します聖たるゆえんは理由ですよねうんはい愚人の愚たるゆえんここもたるひらがな直しますからね それ、えー、みなここににいいかという,ふうに言っていますいずるかべ、うん、てこの点に基づくのであろうかということですけどもこの点とは何かということですがこれですよねこれ重要です。はい死に従って学ぶかどうかに基づくのかどうかっていうふうに言ってね疑問文で終わってますけれどもこれはだから要はここが言いたいんですよね。 結局成人は能力が高い上にちゃんとで誰かについて質問して学んでいく愚人はあのー、そもそも能力が低いのに、えー、質問したりしないからダメなんだというふうに言ってますよねつまり死に従って学ぶかどうかっていうのが非常に重要なんだっていうことを言っているというのが第二段落になります、はい、書き下しと現代語訳がありますのでここもねスクリーンショットとか撮って是非、えー、勉強してみてください、はい、それでは続いて第三段落です えー、その子を愛しては、えー、死を選びてこれに教えしむというふうになるんですがそのことはこれ我が子を指しますはいそしてね、えー、死を選んでいい先生を選んでこれですよね我が子に教えしむですからこれ死むがあるから私役役ですね私役の役、うん、教えさせるという感じですよはいいい先生を選んで教えさせるただ一方ですね、えー、その身においてやですねその身においてや これだから自分自身にとってみたらですね、すなわち死とするをはずっていうふうに書いてあります。だこの部分が要は矛盾してませんかっていうことなんですね。はいこの矛盾してるのはなぜかっていうと、自分自身の子供にとっては死をつけることがとてもいいことだってのがわかっているわけですよね。そういうふうにいいとわかっていながらも、自分自身にとってみたらいいことをしていない、そういう矛盾が発生してないですかっていうのが関与の考え方なんですね。 はい、窓絵里というふうに続くんですが「心得違いじゃないですか」って言ってるんですねなんでかすたら矛盾してるからですよ、うん、いいものを自分につけない理由がわからない心得違いだなっていうふうに言ったんですねはいでこのあと、えー、このつけた詩というものはかの同士の詩ってねありますが彼ですよねこれ息子の、えー、同士の詩、えー、息子につけた詩師匠というのは、えー、これはあの読み書きを教えてるだけなんじゃないですかっていうこと言ってるんですね 文章の読み書きを教えてていいいるだだけなんだうん、という,ふうに言っています、はい、で、この後重要です。いわゆるとありますよね。いわゆる、うん、死の在り方ですね。前段落で関与が述べたね、死の在り方というものにあらざるって書いてありますね。うん、だから自分の考えとは違うんだってことなんですね。はい。道を伝えるとかね、そういったものとは違いますよ。うん、結局は、ここですね。惑いを解く。うん、という、えー まあそういう人物ではありませんっていうふうに言ってるのでここも重要です。はい筆者の考える詩のあり方とは異なりますよねということを言ってます。はいでこのあとですね文章が読めないうんそして惑いが解けないはいそういう時にはあるいは詩と詩あるいは詩かせずということなので ちょっとね、さっき進んじゃいましたけども、これひらがな直していったりするやつです。お記事で読まなかったりします。この部分ね、えー、文字が読めないときには、はい、これですね。はい、詞をつけますと。えー、迷いが解けないときには何もしませんっていうことですよね。さっきの心得違いのようなものだってことなんですよね。うん、これをこの後、章と台を使って言います。うん、だから章っていうのがこの部分ですよ。はい。読み書きを学んで、はい、次。 題はこの部分迷いを解くですね。惑いを解くということ。うん。はい。だからこういうふうにえ本質が分かってないよねってことなんですよね。えこの人が考える死のあり方っていうのはまあ師匠について、えー、それで迷いを解決することが死のあのまあ、存在意義なんだけれどもこの死ね自分の息子につけている死っていうのは読み方を教えているだけであると。 うん、それを小さなことを学んで結局大きなことね、えー、人生においてすごい大きな問題なんかいろんなことに迷ったりすると思うんだけどもそういうものを解決することをしていないんじゃないかってことなんですねでこのあとです書き下し注意ですね、えー、再読文字がありますこれいまだ、うん、見ざるですねここで2回読んでますのでこの書き下しは注意してくださいはいで役です私はまだ懸命な人を見たことがないよっていうふうに言ってるんですねでこういうふうにこの部分 うんまあ、小さな問題にはねえ死をつけて対処するのに大きな問題に対してはえ死をつけたりするのを恥ずかしがっている人、まあ、そういった人に関してはあのー、まあ懸な人じゃないっていうふうに言ってるから要は視野が狭くてね立派になったことを見たことがないよみたいなことを言ってるわけですねここではね。はい、でこの人ってありますが、まあ、役職の人です。医者者とか音楽家技術者の人 うん、というのは、はい、これ互いに死、えー、に就くことを恥ずかしいとしていないというふうに言ってますね。はいで、えー、その一方ですね死体符って言われてる人たちっていうのはどうかっていうと、えー、いわく死とかいわく弟子ですね死とか弟子というものに、あのー、いうものをですね、うん、これはあのー、みんなで ね、群がって笑うっていうふうに書いてありますね。すなわち群衆してこれを笑うというふうに言ってます。はい、まずここ、えー、お記事なので抜点。じゃあこれが何を指すかって言ったら、えー、当然ここでしょうね。うん。死体夫という人たちは死とか弟子という言葉を聞くと笑うというふうに言ってるんですね。はい。それに対して筆者が疑問に思って、ね、これを問えば、ねえー、すなわち曰く返事が返ってきました。彼と彼とはと。 いう,ふうに、ねえー、なるわけですがじゃあこの部分何を指すかって言ったらここですよねはい「師」とか「弟子」のことを指しますで昔の試験というのはまあ大体ねえっ、ー、と同じぐらいの、えー、年,年齢でね政治家の試験ですよ受かってたりしましたので三月期でもやりましたねあんな感じですだからあの大体みんな似通ってるよねっていうふうに言ってるんですよね年も近いと同じぐらいだよねっていうふうに言ってます そして、まあ、この、こういったものも経験だから、えー、そういった経験も近いから、ね、あのー、お互いに死につく必要なんかないんじゃないのっていうことを言ってるわけですよね。はい。で、えー、ここポイントですね。えー、今まで、やーとかね、読んでましたけど、なりとかね、えー、お記事なので、ここは読みません。ここも気をつけてください。はい。で、この後ですよ。えー、位低ければ、すなわち、ズるに足りっていうふうに出てきますね。だから、位が低い人と一緒にいるのは恥ずかしいというふうに言ってます。 これも三月期に同じようなところがありましたよね。そして、間盛んなれば、えー、すなわち、ね、こび,びているように思うということを言ってるわけですね。へつらうに地下とするっていうふうに言ってますから、この部分に関しては、位が低い人と一緒にいると、あいつバカと一緒にいるぜみたいなところで、なんかあんまりいい印象を持たれなくて嫌だと。で、一方ね、えー、位が高い人と一緒にいると、 ね、ジャイアンにねこびているスネ夫みたいな感じでいや分かりますよみたいな感じであんまりいい印象にならないっていうふうに言ってるわけですねはいでああということでまた悲しんでいますえー、指導の服せざること知るべしとねこれによってあーもう指導というもので死の正しい死のあり方ですねこれ正しい死のあり方っていうのはもう復活しないよねっていうふうに言ったわけですねはい戻ってくることはないだろう 知るべしですね。はいでお記事。でべしはこれあの助動詞なんでひらがな直しますからね。えー。ふい、学士、百行の人ですね。はい。君子、弱いせずっていうふうに読むんですけれども、これ、同等と見ませんっていうふうに言ってるわけですね。うん。同等に見ないというふうに言ってるわけですよ。弱いっていうのはこれ、はって書きますけれども、年齢の例と同じ字です。はい。同等に見ない。ってことはどういうことかっていうと、この部分は、要は、ね。 えー、位が低いい人っていうなな扱いをされててるってことなんですねうんわかりますかねで、えー、ここちょっとポイントなんですけれども身分が高い低いとあるわけですけれどもさっき出てきた通りね、えー、こういったお医者さんとか音楽家技術者っていうのは、えー、死というものに対してどういうものを持ってるかって言ったらお互いに死,とつくこと死に付くことをよしとしてるわけですよね一方死体っていうね。 えー、位が高い人はどうかっつったらこれ死についていませんからこういう状態なんだということなんですよ。うん。だから今この死体符の属の知恵っていうことですよね。位が高い人の知恵っていうのはかえってですね。うん。すなわちかえって及ぶあたわずというふうに言ってるわけですよ。ここで逆転現象が起きてますよねってことなんですね。で、えー、それ怪しむべきかなっていうふうになるわけですが不思議だよねっていうふうに言ってるわけですね。不思議。不思議。 うん、なんで不思議なのっていうと本来であったらね正しい成人のあり方ですよね位が高い人であったらみんなを幸せにするべくですね死についていろいろね共有して学ばなきゃいけないんだけども今この部分からね全然そういうふうにやってないと一方ねこういうふうに下に見ている人たちっていうのがねどういうことかっていうとお互いに死につくことを恥ずかしいとしないで努力して勉強し合っているだからここで逆転現象が起きてるってことなんですね はい身分の差はあるけれどもだけども知識がね高いのはどっちって言ったらこの下の部分の人たちですよねはい、うんはい、身分が低い人たちの方がかえって知恵があるんだっていうのがこれ第三段落の内容になっていきますはい書き下しと現代語訳載せておきましたのでまあ、すごい字がちっちゃいかもしれませんが、まあ、スクリーンショットとかしてね、えー、覚えておくといいと思います はい、それでは第4段落と第5段落は一緒にやっていきたいと思います。聖人という人物は、まあ、名前じゃないんですけどね聖人は常に決まった死がいたわけじゃないですよっていうふうに言ってるわけですね。でこれをあのエピソードとして、あのーまあ、具体的に言うと孔子という人物儒、あのーまあ、教といえばこの人なんですけれども孔子という人物が、えー、師匠として丹、ね、子という人物がいた孔子がねこの丹子という人に政治的なものを習ったんですね。はい で長江には音楽を習いました。史上には琴を習った。うん。で、朗丹っていう人ですね。これにはあの政治家としてどういう心構えであるべきかとか、まあ、そういったのを習ったっていうことなんですよ。うん。で、こういうふうに、師匠たちですよね。師匠たちは、えー、必ずしもこの後ですね、講師よりも優れてたかって言ったら、ね、その剣ですよね、賢さっていうのは、えー、講師には及ばなかったっていうふうに言われてるわけですよ。えー、一つずつ上げていくと、これに関してはプロフェッショナルなんだけれども、 でも結果としてねトータルで見て人間として見た時には格子に及ばなかったっていうふうに言ってるわけですね。端、ま、子、あの音はその剣格子に及ばずっていうことですよね。で孔子が言うにはということで決まった死がいないのは何でかって言ったら孔子が言うには3人で何かをした時にはそ,のそこにはね必ず自分の死となる人がいるんですよっていうふうに言ったわけですよ。なんでかっていうとだからこの3人無作為に選んで何か一緒にやった時には多分自分よりも優れた。 ね、物を持ってる人があるんだということなんですね。だからここですよ。常に死を持つ必要がないこういう心構えでいればあこの人はこういうところがいいところだなこれを教えてもらおうっていう心構えがあればそういうふうにねあの教えてもらうことができるわけですから、まあ、そういうことを言ってるわけですね。はいこれゆえにですよね。あごめんねこれちょっと飛ばすずっと飛ばしてましたけども、はい、これを理由として停止必ずしも。 ここちょっと難しいですね。文法的に。超重要ですね。部分否定プラス否定の形。訳注意してくださいね。定止は必ずしも、ね、先生より及ばないということはないですよね。及ばない。必ずしもそうでないですよね。ここが部分否定です。はい。だけども、それプラス否定の形なので、ね、イコール及ぶこともあるというようなね、そういうような役になっています。うん。大丈夫かな。はい。じゃあ次行きましょう。そして、また死もですね。 必ずしもここをまた部分してですねはい必ずしも、えー、弟子よりも比較してですねはい、えー、賢いというわけではないよってことなんですねはいここも覚えておきましょうはい道を聞くに戦後性あり、えー、実業に先行ありですねだからここの道というものにも、あのーまあ、知る知るために前後がありますよねってことなんですよ、まあ、人間っていうのは面白いもんであのー 頭のの中でで考えてててなななないいいこととに関ししは存在してないのと一緒なわけじゃないですかだからそれを初めてこうしたいみたいなあこうなったらいいなって思った瞬間に物事が存在するようなものなので、まあ、あのギターを全く弾いたことない人が弾いてみたいなって思った瞬間にギターというものの存在がまあ生まれるようなもんなんですよねその時に必ずね、えー、先に始めてる人がいるでしょうということなんですよねこれは技術とか学業についても同じ専門的なものがあるよねってことなんですよ先生で言えば 国語というもの多分君たちより先に学んでますから、まあ、そういったところですよ、うん、でただこれだけなんですよっていうふうに言ってるんですね核のごときのみ、はい、これもひらがな直しますねごとき助動詞ですからねのみただこれだけですよっていうふうに言ったんですよ、うん、だから年がね、えー、まあ若いとか年老いているとか身分が高い低いとかそうではなくてとにかく無作為に3人引っ張ってくればその人がまあ自分より優れているとか絶対あるだからその人を死とすれば ね、あのいいだけの話だというふうに言ってるんですね、うん、だからその人に教わればいいでそういうふうな専門的なところとか技術学業というものに関しても、まあ、一つは絶対優れているものがあるはずだから、ね、そういったところを学んでいけばいいじゃないかっていうふうに、ねえー、言ってるのが第四段落になります続いてラスト第五段落です李慎、えー、の子、ハンという人物いるんですけども李、まあ、さんという、ね、名字ですね、はい、子供のハンという人物これはあの要は 関与の弟子だったんですけれども、えー、年が17歳でしたっていうふうに言ってます。はい。で、えー、古文を好んでいます。古文っていうのは何かっていうと、まあ、今の、この、なんていうのかな、関誘が書いた時代の文章っていうのは、まあ、詩の在り方もめちゃくちゃになっちゃったし、文章もテクニックだけでどうにかしようみたいな、そういう流れが多かったんですけども、そういうところを好まなかった。ね。あの昔の文章をよく好んでいたってことなんですね。で、陸芸の経典ということで、まあ、こういうふうにね、あのいろいろ、 当時学ばなきゃいけない、えー、まあ今でいう五教科みたいなもんですかね、国数、A、B、社みたいなところをちゃんとテキストとね、参考書を使って学んでいたってことなんですね。はい。みんなこれに、うん、通習セリカ。はい。っていうふうに言ってます。で、時にかかわらずしてってことですが、こういうふうに時代はね、えー、まあ恥ずかしかったりして、みんなにね、死について教わらないという中、昔の文章を好んで、 かつですね。はいよ。これ私ですよね。関与うん、作者ですね。作者に学んで、私はよそのよく鼓動を行うをよしみですね。うん、私はそういう風うにね、えー、よく。ふ良、えー、い伝統だから、よは詩について学ぶということができることに対して褒めているんだってことなんですね。 はいだからこのままねいけばこういう人物が育てばですね、えー、後々ですねまた正しい死のあり方っていうのが伝わると思って最後ですよこの死の説という評論文ですよね死の説を作って、うんはい、これに送った藩に送ったっていうねそういう話なんですね。 はい、だからこれはもともと死の説で死の在り方がね、えーまあ、迷いとか惑いを解決するための、えー、人なんだよっていうふうに言ったんだけどもそう正しく伝わらなくなってしまった、うん、だけどもハンという人物に期待してですねこれを送ることによってまたね、えー、死の在り方というものが、まあ、正しく伝わるといいなみたいなそういう文章で終わっていくということなんですね。はいえー、最後ですね書き下しと、えー、現代語訳になります。 まあちょっと長い文章なんですけれども言ってることはそんなに大したことなくてですね注意しなきゃいけない句形だとかそういったところはケアしながら、ね、ちゃんと主張を抑えていけばあ全然あの問題ないと思いますので、えー、ぜひね、この後も勉強頑張ってもらえればというふうに思いますそれれででではここの動画はこれで以上です。